上ちゃん TV へようこそ。最近ですね、スマホのですね、レビューが多くなってきております。今回ですね、キャリアをですね、乗り換えることになりました。au からですねソフトバンクに乗り換えたんですけども、その時の失敗なんですね、ものすごく今回失敗しました。前回ですねドコモから au に乗り換えた時にですね、3台で、1万円ぐらいの支払い、毎年2年間ぐらい、もちろんですね、通話料とかで1万3000とか1万5000になった時もあります。ただ平均ですね1万から1万1000ぐらい、の携帯の料金だったんです。ですので、今回もですね、それをやってみようということでやってみました。なぜそこまで安くなったかと言いますと、キャンペーンですね、ショップのキャンペーンをですね、いろいろ回ってですね、何件か回って一番いいキャンペーンやったところで契約したんです。だからそういうふうな驚異的な1万円とか3台でですよ、3台で1万円とか、ぐらいの料金になったんですね。ですので今回もですね、それを狙っていこうということで、ショップをどのくらい回ったかと言いますと、ドコモさんが2件、そしてソフトバンクが6件ということで8件行きました。8件ずっと回ったんですね。これが1月から2月の間です。今回ですね、失敗したこのような経緯をですね皆さんにご紹介して、そして皆さんが失敗しないようにですねご参考になったらいいかなと思います。で、一番最初の話からします。これ若干長くなります。でもですね、いろんな情報が詰まってますので、よかったら最後まで見てください。でですよ、で一番最初1件目行ったのがですね、ショッピングセンターの中にある特別キャンペーンみたいなやつがたまにやってるんですよね。どんなのかと言いますと、私は九州なんですね。九州の佐賀県なんですけども、ずっとこういろんなところで、特別のビッグキャンペーンをするんです。いろんなキャリアがですね、au であったりドコモであったりソフトバンクであったり、その時私は au でしたので、ソフトバンクに行こうかとドコモに行こうかと検討中だったんです。そこからの話になります。で、これを見てください。せーの、ドン。はい、これですね、ソフトバンクの お店でショップでもらう、普通ですねチラシに入ってこないものですね、まあ、リーフレットみたいなもんですね。見ていただくと分かりますように、これにずらーっとですね、だいたい毎月かかる金額が書いてあります。で、まあ私 Xperia Z5これなんですね。これで、この時に初めて分かったんですけども、どこのショップに行ってもですねこれが基本料金だそうです。ここから算出するそうなんですよね。ですので Z4 は4044円、 Galaxy S6 4044円、これずっと4044円ですね。で、このようになってくるとだんだん安くなると。で、今これですね、今ですね、実質0円とかやってるのはこっちの 6S ですね、3878円。これはですね、これですね、1月の末まではこの金額で、できてました。実質0円ですね、というのがあってました。一括0円もあったはずです。基本料金 0円もあったはずです。それがどうなるのかということですね。はい、まず1件目ですね、1件目で、キャッシュバックのお話をしました。大体ですね、これドコモさんなんですけども、キャッシュバックは、まあ、これ私、うちの家族構成もちょっと割れますけども、1人ですね、2万円ずつ、大体あるそうなんですね。で、1月の3月末までですね、1月いっぱいまではですね、1人1台2万円ずつ、大体つくのが当たり前なんですよ。これ当たり前なんですね。で、なぜかと言いますと、解約料とか、そういうのもですね、ショップの方で負担するということで、手続きの費用とかですね、大体1万5000円ぐらいかかりますので、1万5000円、内訳はですね、解約料がまあ1万円ぐらいと、そして、手数料が3000円、そして、乗り換える元ですね、がまあ2000円いくらですね、まあ3000円ぐらい、ということで、まあ1万6000円ぐらいかかるという感じで、大体1人ずつ、2万円ずつキャッシュバックっていうのは大体今まで、もらえたはずなんですね。で、この、ドコモさんはですね、1人3万円と、ただしこれは2台までということで6万ですね。そして、そこのショップの
特別みたいな感じで2万円つけますよと、そういうことで8万円ここはつけますよという説明でした。これがキャッシュバックですね。今までのキャッシュバックの基本的な、どこのショップでも大体これが基本になってるそうです。はい、その後ですね、いろんなところをですねこう回るんですけども、やっぱりですね、基本的にこのような形ですね、さっきのこれですね、ここの金額がほとんどもう一緒ですね。これはこうですね、こうなんですね。まあちょっと若干違いますけども、こういうことですね。でこの540円というのは故障したりする時のアフターサービスのやつですね、ですので、まあ1万5000円ぐらいになるということだったんですね。大体どこでもそうでした。ドコモショップでもソフトバンクでも1台5000円ぐらいということでなっていました。これキャンペーンがどこもないやつなんですね。で、これもですね、ドコモさんの見積もりなんですよね。でこうですね、これもやっぱり1万、あこれも2万、これはなぜ2万と言いますと、これソフトバンク光の値段も入ってるんですね、ということでこういうふうになってます。ということでいろいろ回ったんですけども、結局ですねキャンペーンに出会うことができなかったんですね。ということでやっぱりこの値段しかなかったんです。でもこの時はまだですね、実質0円とか、あ一括0円はもうなかったかな、あまあ実質0円とかいうのがあったんですね。はい、ということで結局はいこういうことになりました。これ見ても分かんないと思うんですけども、通話手法だライト、これはですね5分以内であればですね、どこのキャリアに電話してもですね、ただというものなんですね。してまあ1700円、というのがあって、それで5ギガで5000、まあ、もらえますよと。そしてまあずっと引いて、光が6700円で、まあスマホと光ですね、を使うと1500円ずつ引きますよというものですね。で5200円になります。で学割で1500円引きますよということで、3700円と。そして750円、これがちょっとおかしかったんですよね。不思議だったんです。この5ギガをですね契約してるのにですね、この750円何かと聞きますと、インターネットに接続する料金だったそうです。これは750円と、なんかちょっとおかしいなとか思いながら、もうしゃあないなということで、やりました。で、まあ結果的にですね、5000円台、だいたい1台5000円になりました。ということでこんな風になりました。支払いの面数4412円、通話手法だライトプラン1836円、エクスプレスグラフィックプラック3680円、これはですね下取りですね、下取りして分割したというやつですね。ソフトバンクの Wi-Fi スポット、まあパスですね、テザリング0円でデータパック5400円のほもろものでスリップ足して、割引金額、おうち割ですね、光セットの割り替えですね、乗り換えしたというプログラムでマイナス855円と、月々割が2831円と、ということで、7227円と、はい、ということで、4412円、の540円がこれついてるということで、19,392円、これ光が入ってますので、これ引くと、まあ、大体1万5000円ぐらいということの契約になりました。1台5000円でもまあ4500円ぐらいの感じですねになりました。で、内容的にですね、この手続きですね、手続きいくらかかるのかいと聞いてみますと、au さんのですね開示料ですね、違約金12,600円かけ3、37,800円ですね。それと乗り換え手数料というのがいります。2,160円かけの3、これを合計しますと、この金額ですね、まあ大体4万円ぐらい、という金額がかかります。次はソフトバンクさんの方ですね、携帯の方で、手数料が1台で3240円かかります。それとですね、ソフトバンク光が3000円かかります。で合計で12,960円、ソフトバンクさんと au さんと合計しますと52,200円かかるというものですね。はい、そしてですね、キャッシュバックこの時ですね、4万円やったんですよ。なぜかと言いますと、ドン。はい、ここでですね、問題になってくるのが、総務省ですね。総務省がですね、以前からですね、実質0円、そして一括0円、そして基本料金0円、をですね、改善するように、改善命令ですね、というのが下っておりました。ということで、1月の末まで、1月いっぱいで、それがなくなったんですね。
で私はその1月2月のですね間ここでずっと動いてますので、急に変わったんですね。ですのでこの4万円というのもギリギリ4万円だったんです。1台ですね、だいたい2万円ぐらいつくんですけども、この時ですねこういう風なキャッシュバックとかも改善命令出てますので1台1万円しか出せませんと。もうギリギリ1万円だけです。でもちろん私もう8件回ってますのでどこでもですね、ですね1月末まではですね、3件ぐらいだったんです、行ったところですね。でも1月終わってですね2月に入って、5件ぐらい回ったんですね。その時も全てのショップでですね、限界は1万円だったんですね。はい、ということで分かったと、もう今日契約すると、これで契約すると、でいろんな5万かかるでしょうということで、で来月すればまたいろんなキャンペーンとか出てくるかもしれないので来月したいという匂わせながらの今日契約をすると、だからもう 1,2 万負けてくれと言ったんですよね。ということで本当は3万円だったんですけども4万円になりました。ということで4万円のキャッシュバック、そして毎月4,500円の支払いということで手を打ちました。ということで1万5000円は損するんですね。はい、1万5000円損するんです。それと毎月の使用料だいたいですね1万3000円ぐらいがだいたい平均なんですね。1万2000円ぐらいですかね1万2000円ぐらいが平均だったんです。というので毎月2000円ずつ足が出ると。ただですね5分以内は0円なんです。今まではですね電話料金かかってたんですよね。ということでまあ5分以内は誰にかけても0円ということで、まあ毎月まあ6000円ぐらい3台で、まあみんなまあそのぐらいいいかなと、まあ自分をですね納得させてですね、そういうふうな契約をいたしました。ただですねまだあるんです。これですねソフトバンク光なんですよ。以前はですねネットで固定電話の光回線の契約をするんです。するとですねキャッシュバックが3万円、4万円くるんです。そして月々の支払いもですね、4000から5000ぐらいなんです。ただ今回、ここでショップで契約をしなければいけないということだったんです。そうしないとこの値段出せませんよということだったんです。多分出ます。ですので、皆さん切り替えるときはですね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に光の回線をネットとかどこでもいいですから、キャッシュバックとかもらえるところで契約をし直してください。契約をし直してそこでキャッシュバックをいただきます。そして、まあ、どこでもいいです。au でもいいです。 au だったら bbic とか kddi ですね、そしてソフトバンクでしたらソフトバンク光ですね。で契約をしてそれから携帯の方の見積もりとかそういうのを取ってもらった方がいいです。そうしないとですね1回でやってしまうと電話回線のキャッシュバックはもらえませんということで、私これもらえませんでした。ということでかなり失敗しました。あとですね、皆さんこういうのをご存知、見たことあると思うんですよね。これ、これですね。はい。ソフトバンク光、ソフトバンク AI に乗り換えると超お得、最大3万円のキャッシュバック。これがあったんです。ですので、私はこれがもらえるのかなとか思ってたんですよね。ただ皆さんこれよく注意してください。これ。ね。これ。そう。乗り換え時の違約金、そして施工工事費を何還元しますということです。これですね、違約金とか工事費が発生したらその分だけキャッシュバックをしますよ、還元しますよということなんです。だからこれ3万円もらえないんです。ですので、例えばですね、自分の自前の光回線、家の中がですね自分の自前の光回線を持ってたところはですね、数千しかかかりません。5000ぐらいとかそんな感じです。全然かからない場合もあります。途中までですね NTT の家まではですね NTT の回線が来てるはずなんです。なんていうんですか KDDI 使おうが何しようがそこまでは NTT の線は来てるんです。これは停止されてるはずなんですよね。ですのでピュッとつけるだけなんです。ですので、まあ、3000円、5000円ぐらいしかかからないはずなんですね。で
そういうものなんです。これキャッシュバックじゃないんです。はい、こういうのもあります。はい、これ最大4万円、これも同じです。これも同じなんです。もうですね、ソフトバンク信用なんないんですよ。ですので、だからもうこれでもうイラ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 してたんですね。で、これもこれギガなんとかギガ割とか、あ、これドコモか、こっちか。でですね、もともとですね、あのギガ割とかいろいろあるでしょ。あのギガ割とかいうのはですね、無から有を生まないでくれと思うんですよ。通信量ですね、あのインターネットの光の通信量、あれですね、もともとタダなんですよね。はい、昔ですね、 WiMAX、WiMAX かなんか ありまして、Wi-Fi 端末ですね、あそこの会社のはですね、無制限なんです。いくら使ってもいいんですよ。ですので、私それ作ってですね、こういうのものを作りました。はい、もう、はい、こういうですね、パラボラアンテナです。これ違法なのかどうか分かんないんですけども、これをこう乗っけますとかなり飛んでいくんですね。ですので家の中結構これで使えたんです。これ無制限ですからね。で、あのこれ料金も安かったんです。ですのでこれをこれキャンプの時でもどこでも持っていきますからね。でこれ重宝してたんですよね。うん、でやっぱり面倒くさいなということで、やめたんですけども、あのこういう風にしてですね、あの元々はタダなんです。今まではですね、待機制限が7ギガまでだったんですよね。これはもうランクはこうなかったんです。言葉を変えたサービスなんですよね。これもそうでしょ、4万円キャッシュバックとか言いながら実質の補填だけなんですよね。はい、ということで、いろいろ言ってきましたけども、あの今回ですね、総務省の方で、横やりっていうか、まあいつもそうなんですよね。以前もですね、あの携帯100円とか、あ、まあパカパカですね、ガラケーの時にですね、100円とか、あ、タダとかですね、いろいろありましたけども、あれもやっぱり総務省が動いてですね、そういうのがなくなりました。そしてまた今回も実質0円とか、あ、一括0円、基本料金0円、それもですね、改善命令が出ました。あ、というのもですね、キャッシュバックのですね、なんか被害がいろいろ出てきたようですので、そういうことになったらしいんですけども、サイクルができてたんですよね。2年でこう、あの乗り換えをしてですね、乗り換えをして、そして携帯も新しくなって、料金携帯もそれぞれに乗り換えていくというような感じでずっと流れができてたんですよね。ですのでこの流れというのはですね、あの携帯業界、とかですね、スマホ業界、のですね、活性化につながってたんですよね。お金が回らなくてもですね、あの人が回ればですね、まあお金も回ると。経済の考えから言いますと、これ流れてた方がいいんですよ。ずっと同じところでずっとこうお金がこう行くんじゃなくて、同じ金額でもですね、これはずっと流れてた方がいいんです。これはですね、活性化にずっとつながっていくんですよね。なぜかと言いますと、みんなですね、これを考えるんです。どこに乗り換えようかな、あそこに行こうかな、ここに行こうかなということで、経済がこれで回っていくんですよね。でこれで循環をずっとしてたんです。それをですね、総務省がポンと止めるでしょう。ということで、みんな、ってずっとこうなるんです。はい、ということで、今からどうなっていくのかと言いますと、乗り換えの契約の時にですね、予約番号発行窓口というところに電話しなければいけないんです。この時にですね、au の方で、ちょっと待ってくださいと。乗り換えをされるんですね。ただ、もう一回立ち止まって考えてください。au の方でも、引き続き、契約を更新されますといろんな特典をつけてますよということを言われたんですよね。で私はあの人の話を聞かないんですよね、私も。ですので、いやいやいや、もうあのソフトバンクに乗り換えますので、それでお願いしますと言ったんですよ。それもちょっとこうダメだったんですよね。実質0円、そういうのがなくなったっていう、頭パニックになってですね、もうまともな考えができなくなったんですよね。でショップの店員さんもですね、来月になったら下取りもできなくなるかもしれませんよとか、もう上等手なんですよね。そういうのを聞きましたんで、あ、これはちょっとダメかなと思って、もう乗り換えるしかない、今日しかないと、4万円1万円、まあ、上乗せしてもらえるか仕方ないなということで電話したんですね。で本当はですね、ここでやめとけばよかったんですよね。au の方の引き継ぎをすればよかったんです。
ですので、どういうことを言いたいかと言いますと、総務省はですね、同じ会社でずっと使ってくれよというように持っていこうとしてるんですよね。乗り換えとかいろんなこう回さなくていいと、回るからいろんなトラブルが起きるんだというものですね。ですので au なら au、で乗り換えないで、とどまった方がお得ですよという手段にどこのキャリアもですね出始めました。ですので今後ですね、乗り換えようと思っている方はですね、乗り換えずにこのまんま契約したらどうなるんですかと、そっちの方いっぺん聞いてみてください。機種変更ですね、機種変更をいっぺん考えてみてください。意外とですね安いかもしれません。はい、iPhone6S はですね実質0円ですので、分割ですよ。これ実質0円っていうのは分割ですからね、一括0円っていうのはもうタダです。ことを間違えないようにしてください。ですので途中で違約金払って出ますと、その分割も払わなきゃいけないですよね。私以前は一括0円だったんです。ですので途中解約してもですね、そっちの分割はなかったんですよね。ですので一括0円目指すべきです。ただですね iPhone6S のみしかまだ見てません。もちろんですねショップに行けばですね、例えばZ4 とか Z5 Xperia ですね、というのが実質0円になってるかもしれません。はい、それではですね、この辺で終わりたいと思います。この情報に関してですね、信じるか信じないかはあなた次第ですということで終わりたいと思います。本当今回ですね、失敗しました。ということで、またですね、今後もですね、またちょっとスマホの方のですね、ネタをですねちょっとやっていきたいと思いますので、まあよかったら皆さん見てください。じゃあね。